大明寺は、山口県長戸市深川湯元にある、総当州の寺院である。三号は、随雲山。正式名は、随雲一万歳山、大明五国前寺と称する。現在の住職は前、山口県立大学学長の岩田啓生。大英17年に、大内市一族で、長戸国深川城主の鷲津広忠が、能戸国総持寺の前奏。 赤翼新寮を招聘し、城内に大明寺の前身となる幸福寺を創建したと伝える。幸福寺は人里に近すぎたため、石や禅寺の皇帝地を英衆が来住した際に、協力は仰ぎ、現在の位置に移転して、三号を大明寺に改めた。以降、大明寺は、総持寺の時期末寺として高い自覚を維持した。なお、回帰を巣王、 長の守護大名を大内則弘、貝さんを、里氏を栄衆とする説もある。ただし、大内範弘は1420年の生まれで、年代的に合わない。文案五年に、大内範弘によって、和志寿司が滅ぼされた後も、大明寺は、大内氏の公芸員として庇護された。清掃に疲れて、流浪の旅に出ていた、元関東官令、上杉範典はこの寺で晩年を過ごし、 文章元年に病死している。長京三年では国佐外市十三代智弘が、大明寺に治療を寄進しシーンとして、墨園を混流した。蓋を焼く用のためであったという。当時父のおじにあたる、善岩和藤淳が、大明寺七世住職であった縁により行ったものである。大内義隆主従の墓所、霊勢高豊が自害した、共造後天文二十年に、大内義隆が、 家臣の藤高草の無反に会い、山口から脱出後にこの寺に逃れたが、東軍に包囲される。一説喜びことより戒名を授かった吉高は自陣し、寺も消失した。その後、毛利氏の庇護を受けて再建された。官営17年、火災により、本堂、山門などが消失。遠方5年に、松田元行により、山門が再建され、文政12年に、 終了を建て替え、増改築によって本堂も再建された。明治維新期の住職、四十五世紀雲やなりは七、境地で京都より落ち延びていた三条耳を保護したが、廃物希釈に反対し、明治二年に発生した騎兵隊脱退騒動の初段に抗議して連座することとなり、山口を脱出し合い地の豊川稲荷に落ち延びた。藩の保護がなくなるなど、 維持管理が行き届かなくなり、老朽化した山門が解体されるなど、明治以後は徐々に荒廃しつつあったが、その指摘価値から保護保存の声が高まり、昭和40年代以降に、境内や本堂などが、県や市の有形文化財に指定された。平成22年4月に、歴史資料館、古経殿が、改装600年記念事業として開館した。また、同事業に関連して、 三毛再建にかかる費用を6億円と見積もっており、現在、再建のための上座を募っている。姿見の池、株とかけの岩盤弱鏡山口県長戸市、深川湯本1074。ありがとうございます。